21パットで44だったんだから16パットになれば 5減るから39だよ、うん、ほらねえ、うん、16パットでショットはいいからね。さあ休憩長かったからね。どうだこれ、おお。飛んでる飛んでる飛んでる、すごいじゃん。大丈夫、映った、スキッター映った、1891円。確かにグリップ変えないとダメだね。ツルツルだよ。なんか振ると柔らかさを感じないんだよな。わあ。ドフック。あ、でも大丈夫。やったら笑えっけどな。おお。全然大丈夫だ、フェアウェイ、ナイス。なんだこれ、レーナ斜めだな、うん、まあいいや。なんかこう、フックの感じしねえんだよな、あんまりな。逆に、こっちで捉える感じだな。おい、これうまいわ、いい感じ。これうまいわ、いい感じ。よしよし、勝負。よし。打ってた方がいいな。打ってた方がいい。うん。わかんないけど。ちょっと右は危険だよ、浅いからね。やっぱ左目いっとかねえと。ちょっと近すぎて広角ズームに過ぎたか。
でしょ。しかも行ってねえよこれ全然、ね、全然行ってないよ。本当だ、相当打ち上げだよ。打ち上げてるね。うん、ほらかなりこれ打ち上げだよ。風ともっと喧嘩してよ。うん、乗っただけ。まあいいや。まあいいや、まあいいや、まあいいやつが上出来最高よ。フェアウェイだもん。ほら余裕で超えてんだ。まあでもあれでも、もう残り200ぐらいのとこ行ってるよ。ちょっと自分の思ってた球じゃねえんだよ。でも、まあ、終わってる？まだ終わってないと思う。もうそろそろ終わった？ただ手前乗っただけだと超ロングパットだからな。オマンウッドのロング。オマンウッドでロフトがあるやつを下向けて当てるんだからさ。でもそれやると左肩下がんなくなるから練習。そう、練習ではすごい、うん、練習にはすごくいい。ドライバーでやったらだからそれがもう1メートル先、30センチ先にワンバンさせるつもりで打つんだよ。ボールを地面に向、ボールが地面に向かってこう飛んでく、地面に突き刺すイメージ、ボールを。まあ失敗したら失敗したで、すいませんだけど。
いやだってそんなもんうまくいくわけないじゃん。 うまくいったら拍手して。社長トンボちゃんの5番ウッドのあれローフックだっけ、あれあれは低いボール、あれローフックじゃなかった、こういうボール、フックでもいいですけどね、だって低いフックに、低いフックにしとかないと手出ちゃうよ、フックは出ねえな、でもフックめな当て方のイメージじゃないと、うん、ちょっと待って、ごめんね、そう手あんま低くしない方がいいんだよ、どうしてんじゃん、うん、そのぐらいの方がいい、できたよ、最高じゃん、最高だよ、できたできたできた、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、あれでフェアウェイ行ってくんないとダメだな、大丈夫だ、別に。いいね、ラウンデルボールで。いい捉え方だよ。戻っちゃった。戻っちゃった。まあいいでしょう。